ナセンティ、メガロープレプロジェクト第1弾のラグナセンティには様々なトラップが仕掛けられている。今回はそのトラップの攻略法をいくつか紹介しよう。まずこの水中ステージではこのようにブロックを動かしてダメージを防ぐようにしよう。そしてこの行く手を阻む木を倒すにはこのように剣を投げてトラップを解除しなくてはならない。自然現象だって重要な役割がある。ここではこの横風を利用しないと向こう側に渡れないんだ。このステージでは素早く橋を出現させないと手痛いダメージを食らうぞ。メガロープレプロジェクトとして今後も続々とソフトが登場。その第1弾新創世紀ラグナセンティは8000円で6月17日発売予定です。